クロースアップマジックとは、マジックの形態の一つで、少人数の観客に対して、マジシャンが至近距離で演じるものを指す。1930年代からこの用語が使われるようになった。テーブルマジックとほぼ同義である。逆に、大勢の観客に対して、舞台上のマジシャンが離れた距離で演じる場合は、ステージマジックといい、両者の中間がサロンマジックである。 路上などで通行人を呼び止めるストリートマジックやバーカウンター越しで見せるバーマジックなどもクローズアップマジックの一形態である。マジックがステージ工業として発展する以前は路上や街頭パーティーなどが主舞台であり、マジックの歴史において深い影響を与えた。日本では江戸時代から解説書が発行されるなどしていたが、プロとして クロースアップマジックを専門とするマジシャンは少なかった。日本においてこのジャンルの有名なマジシャンでは、前田智博藤明などがいる。クロースアップマットはテーブルを使って、クロースアップマジックを演じるときによく使われるマット。クロースアップパッドと呼ばれることもある。色は黒が多いが、緑や青などもある。またマットの形についても、長方形のものが一般的だが他にも、 半円形など様々なバリエーションがある。これを用いることによって机の上に置いたコインやカードなどが取り上げやすくなる。またコインマジックにおいてコインをテーブルに落としたりした時に大きな音が出るのを防ぐことができる。クロースアップマットがないと演じられないマジックもある。1960年代の初め頃から広く使われるようになった。カードマジック、コインマジック、 ロープマジック以外で定番のクロースアップマジックを紹介する。ありがとうございます。